皆さんこんにちは、今東京駅の丸の内口にいます。これから日本酒で有名な獺祭が作った獺祭バーに行ってみます。新丸ビルの上にあります。非常に楽しみです。どんな味わいができるでしょうか。一緒に行ってみましょう。新丸ビルの上です。獺祭バーの前まで来ました。のれんがいいですね。じゃあこれから入ってみます。見た目は、いや一応さ開けばって出たけどさ、やっぱり来ました。これなんか光るグラスを特別に作られたんでしたっけ。そうですね、こちらのオープンに合わせて。これなんか光をチャージしてるって、あの説明会っていうかオープニングに言ってたんですけど、ちょうど、はい、あちらがイメージになると思います。光が光ってる。ああはいはい、これが光を、あれが光をチャージしてる。なるほど、はい、わかりました。じゃあすいません、いただきます。ちなみにですか、獺祭さんってもともと結構なんですか、はい、あの IT 使ってお酒を作って、でも人手をちゃんと教育したりすごいと思うんですけども、そうです、はい、IT を使ってっていうのは多分またちょっと違う伝わり方というか、はい、IT も使ってぐらいですか、ね、じゃないんですか。違う、データは取ってます。あ、なるほどね。あーデータは取ってますですけど、米も全部手洗いですし、そうですよ、ね。だから多分、はい、富士通さんの山田錦の栽培のアクサイというシステム、はい、IT を使ったシステムとかで、はい、そういうのがもしかしたら獺祭イコール IT になっちゃってる、はい、多分人によっては獺祭さんって日本で始めた機械で作ってるお酒ですよねって言われることもあって、うん、多分うちの聞いたことあるんだけど、はい、僕は知らないけど、なんかそういうのだけ頭に入ってて、うん、お客様のお問い合わせなんかはたまにね、検討とかでいただきます。やっぱり本当は人が、大事な違いの人が作ってるってことですよね。はい、それすごいなと思って、こういうね、はい、日本酒なんだけど、イノベーションっていうか、こういう新しいことをどんどん考えられるっていうのは、これみんなで考えですか、それとも会長とかが、会長社長ですか、会長社長が、ここに関しては、はい、一番最初にそのオリンピックの期間に限定でっていうようなお話も出たりした中の一つ、そっか、会長社長が割とアイディアを出して、まあ、それをみんなで実現するみたいな、まあ、いただくお話もありますけど、はいはいはい、まあ、国民の娘さんとか、十数年のお付き合いさせていただいてるお店なので、はい、だから本当はこれオリンピックがあったら、はい、まあ、ここに、ね、海外の方にも来て獺祭を知ってもらおうっていう、はい、うん、でそれはまさしく今2ヶ月ぐらいのスポットでっていうお話、うん、なるほど。逆に今回なんか1年半これ続けられるっておっしゃったんですけども、はいはい、それ逆にそっか、まあ、次のオリンピック、来年のオリンピックまでっていう話、まあ、ね、どうもありがとうございました。また来ます。どうも失礼します。ありがとうございます。皆さん、
今日は獺祭バーに行ってきました。お話して分かったのは、獺祭というのは IT じゃなくて、きちんと人が温かい心で作っている、色を工夫しながら人の手で作っているという自信を持っていました。それなのに獺祭バーはすごくハイセンスで、音楽も良くて、お酒も美味しくて、洗練されてました。すごいイノベーションだと思います。皆さん東京駅に来た時はぜひ新丸ビル7階の獺祭バーに寄ってみてください。よろしければご登録も、チャンネル登録もよろしくお願いします。